んたに一つ聞きたい。母さんが死の間際で苦しんでいた時に、なぜあんたは遠征になんて行ったんだ。母さんの近くにいてあげようとか思わなかったのかい。私があの時エレムを置いて旅立ったのは、それが彼女の望みだったからか。いつでも帝国軍人として誠実な男であれ、それがお前の母さんの望みだった。私がこの腐った帝国の中で軍人としての信念を貫いたのだ。皇帝ガラハド、参る。戦わなくてはいけないのか。少年、迷っていては勝てる戦いも勝てんぞ。集中しろ、ヘルト。
テオドールはこの上、3階の執政官部屋にいる。いいのか、そのような情報を。私は、すでに帝国軍人ではない。数日前に、テオドールにより、軍籍を剥奪されている。信念に従って戦ってきた住民は、一体何であったのだろうな。俺は、あなたは帝国軍人として、最後まで誠実だった。そう思います。天国のエレムさんの。早く行け。私のこの12年は無駄ではなかった。そう思ってよいのだな、エレムよ。